なぜこの探偵というのがこのロマンチックな面とハードボールダーな面っていうのをそのまあ一見矛盾するような二つの特性を併せ持っているかということなんですけどもまあその二つの特性の間にはですねある逆説があるなと思うんですよねつまりですねこれはですね一つにはあのまあ正義と悪っていうのがこうきっぱりと分けられるものではない世界で 正義を貫くにはどうしたらいいのかという問題意識があるんだと思うんですよね。探偵が正義で、あのまあギャングだったり悪人が本当にそのきっぱり悪っていうふうに言い切れる世界だったらですね、こんなに探偵は思い悩む必要もないですし、特にあの自分の感じたままに主観のままに行動すればそれで済むはずなんですけども、そういうわけではないですよね。実際にこの事件があのそういう 相対的ななな善悪といいううのをですすねね非常にに感じさせるよよ事件になっていますよ、ね、最初はあのテリーとの友情というところでテリーをかばうんですけども、まあ、テリーが自殺したことによってですね自分は殺人犯をかばってしまったのかもしれないというような倫理的な問題に、まあ、マーローはぶち当たるわけですよね。それでもなおあのテリーはあの無実だと信じて捜査を続けるわけですよね。その過程で 一体、鑑定をなぜ続けているんだろうというふうにこう自問するようになるわけですけども、これはですね、やっぱりその、そういう善悪をきっぱり分けられない世界でやはり正義を貫くというためには、こういうような精神構造が必要になるんだと思うんですよね。つまり、社会とかですね、自分のその外側にあるものに対してはやあの常にハードボイドで、ドライで、疑いの目を向けている。 この非常に美人なですね、アイリーンという依頼者に対しても、あなたがロジャーを殺したんじゃないですかというふうにですね、疑いの目を向けたりしていく。そしてですね、マーローという探偵の特徴は、最も特徴的な面は、あの、自分自身にもですね、疑いの目を向けていて、でこれは何かというと、そのロマンチックさというのを、そのハードボルドさ、まあ理性と言ってもいいですけど、それによって抑圧しているんだと思うんですよね。 ではなぜこれが必要なのかというと自分がその判断した正義というのが本当に正義かどうかというのは行動してみなければわからないししかも行動した後でもわからないかもしれないんですよねではどうすればいいかというとその自分のです、ね、感情を疑い続けるしかなくて本当にテリーを助けたことはあのいいことだったのかというふうにです、ね、自分をこう突き放して考えなければいけないんですよねそししてもし 間違っていたというふうに分かったら、自分の感情を裏切った行動をしなければいけないと。そのためにはですね、その完全にロマンチックな男でいる、あの、わけにはいかなくて、ハードボイドでなければいけないですよね。もちろん外側に対してはもっとそうですよね、あのー。誰が犯人か分からないですし、誰がその正義か悪かも分からないですから、常に疑いの目を受け向けていなければいけないわけですよ、ね。 もうこれがその探偵が孤独でいなければいけないという理由のその一端ですよね。あのもしですね、結婚したり、本当にその深い、あの友情を結んでしまったら、その人に理由もなく味方しなければいけませんよね。でもですね、探偵は理由もなく味方をしては正義になれないわけです。もしその人がその悪いことをしたら、その人が本当はその悪人だったらどうするんですかということになるので、探偵はもうたった一人、 そして自分自身をもう疑っているので、一人ですらないとも言えるかもしれないですよね。はい。それによって、あのー、まあ、正義、相対的なこの、まあ、つまり我々の住んでいる世界のような世界で正義を貫こうとしているということだと思います。なんですけれども、も最後でロマンチックな男なんだというふうに立ち戻っていきますよね。つまりやはりロマンチックさも必要なんだっていうところに立ち返るんですけども、 これはですね、なぜかというと、完全にハードボールドな男になって、まあ、つまり理性だけの男になったらどうなるかというとですね、もうその善悪の判断はできなくなってしまうと思うんですよね。つまりその、そもそも探偵として他者にこう関わるということはもうできなくなりますよね。あるいは利益だけの,その行動をとる、損得感情だけで行動するようになって、まあ、そうなったらもうそれは完全な悪人ですよね、ただの。ってしまうので。 外側の世界に興味を持って弱い人に味方するためにはやはりですね、そのハードボイドさの奥にですね、ほんの少しのロマンチックさ、人を助けたいという気持ちを持っていなければいけないと、まあ、つまりその初期衝動ですね、誰かを助けたいという初期衝動がなければやはり探偵にはなれない。